今回は中村二段のネット語の対局見ていきたいと思います、まあ、まずはじめに最近の中村二段のネット語の成績見ていきたいと思うんですけど直近の20局がですね17勝3敗と勝率85%なんですねこれ相手が日本のプロだけではなくて中国や韓国の強いプロとも対局してますのでこれ非常にね中村二段 強くなっているというのがわかるかなと思いますでは対局の方を見ていきたいと思います黒番が中村二段で白番が韓国のプロの方ですね、まあ、得意の二年生からかかってきましたねでここでかかるて好きですよね で、でですすね。ね。これが宇宙流なんです、ね、普通は開きぐらいですけどね中村二段目いっぱいに広げていきますからねここもね開かないでどんどんね肩付きで模様を目いっぱいに広げていくんですね早くもね宇宙流という感じですよね真ん中意識してますよねで対するね白はね字、まあ、を 取ってということですね、まあ、ここのすぐに三三を見ても分かる通り、まあ、お互い真逆の棋風ですよね。で黒は三連星と。これ宇宙流見えてきましたね真ん中に大きな黒模様ができてきましたね。羽根ついで取りましたね。 右辺がが、ね、きな黒の模様ができますねで左辺の模様とも連携してくるのでこれは、まあ、白4隅取ってるんですけど、まあ、逆に言うと黒は4隅取られてるわけですけど中村二段は字を全く気にしませんので、まあ、黒を気持ちよく打ってるのかなと思いますね。でここでセンスが問われる局面なんですけどこの手がとてもいい手でしたね。 やはり中村二段宇宙流打ち慣れてるだけあってここらら辺の感覚素晴らしいですよねここで目一杯に広げていくとですねまあ押しが目一杯に広げていく手なんですがこれさすがに受けてくれないんですね。これが白がドカンと真ん中入ってきますからまあこの白はなかなか取れませんのでまあちょっとここで広げるのはあんまりよくないという判断ですね。 さすがにここは行って囲うタイミングという判断ですねで切ってきましたねこれはもうね利かした石なので捨てるんですねで白ここでね行ってかけたのは非常に冷静な一手でしたねここ手抜いても手抜くこともできるんですが白今右辺がね大きな黒字になってますんで 目につくところはハサミつけですね。この手は成立してますね。黒が遮っていくのは切る手がありますね。こういうふうに打って、こうやって。ここの黒石が取れますよね。で、これ跳ね出す手があって非常に味の悪い形なので、跳ねてもどんどん跳ねてきて。 まあこれ非常に味の悪い形ですので、こういうふうにどんどん押してってね。これなかなか、ハサミ付けに抵抗するのは、あまり良くないかなと思いますね。切られて困っちゃいますね。だから、ハサミ付けにはこんなもんなんですね。で、渡っておいて。まあ、これ非常に大きかったかなと思いますね。だから、あとはここで、 どこか真ん中入っていくような手もあると思いますしまあここら辺はいろいろあるかなと思うんですがまあ一番実戦冷静な手を打ちましたね。後からドカンといくぞということですかね。あとここら辺の薄みを狙ってるんですかね。白が例えばこっち手を抜くとここ次を1本。 打たれるのが大きいという判断ですね。まあ、ここでまあ当たりが利き筋ですから。まあ、だいぶここら辺がカバーされているということですね。で、白がこう打った時に、こちらにね、もう一点真ん中囲ったのがいい手でしたね。ここに打ったことで、だいぶここら辺の薄みがカバーされましたよね。これ打たないと。他のとこ打ってますと。ちょっとここら辺の。 薄みがちょっと気になりますからね。ちょっと。いってかけたいとこですよね。で、付けで止めて、これすごい。大きな黒字に。なってきましたよね。で、この打ち込みに対して、この手が冷静でしたね。で、羽には。もう、ここはね。白。 白字でいいですよという判断、これ正しかったですね。この判断冷静でしたね。で、またここにまあ味の悪いところ行ってかけまして、まあここ白字がちょっと増えたんですけど、真ん中がね味のいい黒字になってきましたよね。で止めて、これやっぱり。 ま、黒は真ん中しか字がないんですが、確定時になったらおっきいですよね。で、ここで。白が跳ねてきたんですが、ここまでね。黒がね。全てね。まあ、穏やかに受けてきたんですが、ここでここでついに力出してきましたね。切ってきましたね。ここはもうさすがに黒周り黒石が多いので最強に戦えるという判断ですね。 で、当てから、この付け越し手筋でしたね。これ、受け方間違えると大事件が起こってしまいますね。例えば、これ白の狙い、どういう狙いかと言いますと、ここに出てしまうとですね、大事件が起こってしまいますね。切られてしまって、まあ、次に当てて出てくる手があるので、次ぐらいなんですが、ここに継ぐ手がありまして、で、オえると、これで。 これは三目取られてしまいますから大事件ですね。白としてはこういう狙いなんですね。ここは気をつけないといけないですね。こちらに打った手がいい手でしたね。これで止まってますね。でこの手にも無理をしないで正確に受け切ってますね。ここら辺は 石が接近してるところなので、読みの力が非常に重要なんですが、中村二段読みの力が非常に強いので、こういうところ得意ですよね。白が少しでも無理な手を打ってきたら正確に咎めてますよね。まあ、ただ白としても形勢がまあ、これ全部ね。真ん中、黒字だとさすがに大きいので、まあ、形勢が悪いと見て勝負手を打ってきましたね。 ここういういところはやはり、まあ、早碁でしょうかなまあプロでも嫌なところですよね、まあ、何か手になってしまったら事件ですからね、まあ、早碁で正確に受け切るのはやっぱりプロでも難しいところかなと思いますね、まあ、右下のこのハサミ付けはもともと手が残ってる ところなのでここ黒は抵抗できませんのでこれ仕方ないとこですね問題は左辺が黒の確定時にできるかどうかっていうのが今勝負どころですねこれ非常に難しいとこですね黒も味悪いので非常に結構際どいとこですね簡単なとこではないですねもう白も手順をやはりね強い相手も 相手も強い方なので手陣を尽くして勝負してきますよね。でここでこちらに取った手いい手でしたね。これで攻め合いになったんですがこれ一瞬ねこの形に見えるんですがこれ黒無条件でシのいでるんですよね。白もう手がないと見てこちらに打ちましたね。 これどういうことかと言いますとこれこうに見えるんですが無条件でしのいだんですね。取りは先手で聞いても例えばまあ例えばですけど何かダメ詰めてきてもこちらから打ってここ継ぐ手がないのでこれここの黒は連絡してますよね。これが取れますね。白こっちにつないでも 当てがきいて曲がってこれ白あと2手しかありませんので次でもあと2手なので。ということは無条件でここの白石を全部取ることができたんですね。こうなっては黒はっきりポイント取ったかなと思いますね。ここで分かりやすい局面になりましたね。もう真ん中がね大きいな。 確定時になったとということでまあ味がいいのでもうこれ以上は減らない字なんですね。でもう少し打たれましてここに付けられたところで白が投了して黒の調子勝ちとなりました。まあ最後ははっきりここがやっぱりね全部黒字なのではっきり字が足りないということで投了したのかなと思います。 中村二段の宇宙流の名曲だったかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました